クレベルが言うんですね、あの小池さんができるならみんなもできるよって。であれがものすごい響くんですよ。でクレベルはサトシと違って本当に普通の人だと思います。特に才能があるわけでもなし、強いて言うんだったらクレベルの才能はその努力する才能、恵まれてるで言ったら逆にすごく恵まれてない環境から、でも本当に本人の意思の強さと努力だけで、で、まあ、ここまで来て、でクレベルはやっぱりみんなに言いたいのは、その自分みたいに才能もなくて環境も悪くても自分が自分の道を信じて努力すれば、小池さんができたならみんなもできるよっていうのがものすごく何て言うんですかね、刺さるというか、はい。